はい、おはようございます。今日は久しぶりにホームのあるホームニセコモイワスキー場です。冬型の最中でちょっと今日等圧線が緩んできてるんで、だいぶ風も穏やかな感じです。でもまだ北の風がねこう流入してくるんで、パウダートラックは残ってるけど、パウダー非常にいいと思いますね。いや、おクワッドも出てきてる。クワッドがね、実はねこの3日間止まってたんですよ。人で白樺コース、中のね冷やす施設のコース内パウダー、これもまあ十分残ってますし、あれを使ってゲートから外っていうのも今日はオープンするような日ですね。非常にいいな。この分だったら風も今ね弱いですしね、順当に回ってく予定通り回るんじゃない、動くんじゃないかなと思ってます。うわ楽しみだ。1本目はねコース上に積もったパウダーやります。ちょっとまだね全然人が行ってないラインがあるんで、それを一緒にちょっと案内して、今日4人プラス僕思いをスキー場バックなし、これでちょっと滑りたいと思います。2021年2月の25日です。今年何回目かな、この低気圧通過して、まあちっちゃいのも数えればねかなりの数ありますけれども、大きい低気圧だけでも5回とかなのかな。その中のこの1回、まあ昨日も良かったし、まあ今日もそのね北西の最中コンディション割と似てるところですけども、低気圧が通過してから非常にいいパウダーが降り出すわけですね。日本海側の山域、ニセコに限らず、これ、までね、含めて、そういうことなんですけれども、そのセット、これね、シーズンに何回こう、低気圧が居座って、北風が流入して、また降雪を伴うような、大きな降雪、積雪を伴うような降雪があってっていうことをこう繰り返すわけですけれども、このセットがね、やっぱりね、こう、どんだけ合わすか合わさないか、非常に大事です。で、やっぱりこの中からもちろんこれが過ぎ去って今度晴れで安定してスキー重力も高い斜面を狙えるようなこの晴れ高気圧に覆われたねこういうようなコンディション、これ含めてワンセットなんですけれども、まあこのゲレンデパウダー楽しんで、でゲートが、ニセコで言えばゲートが開いて、そして今度次の避難者さんの次の日にハイカップしていくというこの1個のね低気圧のセットですね。これをシーズン中にねもう数えられるんですよね。もうサーフィンでいうとこの台風みたいなそういう感じなんですけれども、そこをねやっぱりこうどんだけその場所に体と道具と考えとか技術ですね合わせて、これ本当バックカントリーの醍醐味です。でニセコ今年ね何回も言ってますけど人がだいぶ少なくて
ゲレンデ周り、リフトを多用したパウダーやバックカントリー、非常に楽しめるようなコンディションです。だからね、毎月は湘南店もありますし、戻っているんですけれども、今年はかなりニセコ多めにして、もう3週間以上、ニセコに滞在するようにしています。本当はね、昨日から出張して湘南の予定だったんですけれども、ちょっと打ち合わせもねギリギリ間に合わなかったってことで、大切なイベントだけねちょっとあれして、設定して、今日実はねこれ何本か滑った後から行くんですけれども、でその昨日もね実はそんなんで朝パーティーちょっとやれて、今日もねずらしたことにもう一回やれるんで、これはねうちのボーダーとしてはいい選択だったんじゃないかなと。そして支えてくれてるこのスタッフや仲間たち、この理解と協力があるからできることです。じゃあね、もう3月になっちゃうし、あとどんだけパウダーって言っても数えられる感じです。ね、数多く、春の雪になったので、ちょっと飛ばすから楽しめるように過ごしていきたいと思ってます。じゃあ、気持ちにつきます。今日ずっと前からお世話になってるダブサーフィングウェットスーツ会長のスマさん、デコちゃん、そしてスタースタイル、社長の長谷川さん、ご夫婦一緒に滑ってます。イエーイ、You used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline 'cause it's all tied up. Just bike over then. じゃあ、皆さんと楽しみました。また続きはしたいと思います。